どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、ヒルトンホテルのゴールドステータスとダイヤモンドステータス向けにですね、客室を自動アップグレードするっていうことをですね発表いたしましたので、こちらの解説ねやっていきたいなと思います。ということで、客室のね自動アップグレードということで、こちらですね、どうやらもうね試験的に導入されているそうで、ゴールドステータス、ダイヤモンドステータスね保有されている方で、こちらのメールね受け取ったことある方ねいらっしゃるかなというふうに思うんですけども、もしね私の動画でね受け取ったことあるよっていう方はですね、ぜひコメントいただきたいなと思うんですけども、まあこういった感じでですね、自動アップグレードっていうのがですね行われて、もう事前にねメールでお知らせしてくれるみたいなね、まあ、こういった感じでね対応取られてるそうなんですよね。で、私はねこのメールもらったことなくてですね、こちらの画像もツイッターでね仲良くさせていただいている方からですね画像ねお借りさせていただいたわけなんですけども、今回の動画はねこちらに関してですね解説ねやっていきたいなというふうに思っておりますので、ヒルトンホテルのねゴールドダイヤモンドねステータス保有されている方はですね、ぜひね最後までご覧いただければなと思います。ということで、客室のね自動アップグレードということで、こちらねホテルの空室状況と宿泊する方のねステータスに基づいて自動的にねアップグレード処理ねするようになっておりまして、こちらのね自動アップグレードが対象となるねステータスに関しては、ゴールドステータスとダイヤモンドステータス、あとですねヒルトンにはライフタイムダイヤモンドっていうねかなりハードルが高いねステータスがあるんですよね。こちらはヒルトンダイヤモンドステータスを10年間、こちら10年間は連続じゃなくても OK っていう風になっておりまして、それにプラスですね少なくても1000泊ね、こちらね特典宿泊も入れて OK なんですけども、こちらをね達成するとこのライフタイムダイヤモンドっていうのになれるんですよね。もしくはですね通算2000万ポイント以上のベースポイントですね、こちらを獲得するとねこのライフタイムダイヤモンドステータスっていうのがねもらえるわけなんですけども、こちらの方がですね対象っていった形になります。でですね、この自動アップグレードに関してはチェックインのね72時間以上前にね予約したもののみがですね、この自動アップグレードのシステムにですね利用できるっていった形になっておりまして、仮にですねチェックイン日の周辺にですね予約された場合に関しては、今まで通りですねホテル側がね手動でアップグレード自体ですね行う感じになるっていった形になるんですよね。まあこれねどのぐらいの比率でねなるのかっていうのは全然未知数でよくわからないそうなんですけども、まあ一応ですね今後はねこのアップグレードに関しては自動でね処理されるようになっていくんでしょうね。正直ですねアップグレード自体がですね自動になるっていうのは、まあ、ホテル側はですねすごい手間がねかかってた部分が、まあ、システムでね自動でやってくれるんで、まあ、いいと思うんですけども、まあ、これもね結構微妙な感じですよね。チェックインの時に実はこういう客室がいいんですとか、まあ、こういった眺めがいいんですみたいな、まあ、そういったね希望みたいなのをチェックインの時にね言われる方かなり多いと思うんですよね。またステータスを持ってればねさらに言う人もね多分多いと思うので、まあ、結局なんか自動でシステムでこのアップグレードするね部屋を決められたとしても、結局チェックインの時にねその客室じゃなくてね別の客室がいいみたいなね、まあ、そういった感じに、ね、なるような気がするんですよね。どうなんですかね、今後うまく機能するのかっていう感じなんですけども。でですね、客室に関してはゴールドダイヤモンドステータスのアップグレードにね利用できるカテゴリー、利用可能な客室、あとね階層階ですね、まあこれ自体はですねホテル側でね設定できるようにねなっているシステムらしいんですよね。いやーこれね本当にどんな感じになるんですかね、個人的にはですね今後どんな感じになるのかね楽しみですよね。自動アップグレードされて、まあ、それが実施されると冒頭にねお見せしたメールみたいなのがね飛んでくる感じになるっていう風になるそうなんですけども、私もですね11月にヒルトン長崎ね予約しておりますので、まあ、これがねもし適用されればですねメール飛んでくるんじゃないかなというふうに思うんですけども、まあちょっと開業したね間もないホテルなんで、もしかしたらね飛んでこないかもしれないですよね。まあちょっと冒頭にもね言ったと思うんですけど、メールね来られている方はですねぜひねコメントで教えていただければなと思います。それでは次に対象ホテルなんですけども、ウォルドーフアストリアホテル、 LXR ホテルズ、コンラッド、キャノピー、
ヒルトン、キュリオコレクション、ダブルツリー by ヒルトン、シグニア by ヒルトン、タペストリーコレクション by ヒルトンということで、日本にね、あるホテルは全てね、対象っていった形になっております。ということで今回ね、ちょっと簡単な動画になってしまったんですけども、ヒルドンホテルがですね、ゴールドステータス、ダイヤモンドステータス向けにですね、客室のね、アップグレード、自動アップグレードということで解説ね、させていただいたわけなんですけども、いやー、どうなりますかね、うまく運用できるんですかね。まあ先ほどもね、言いましたけども、やっぱりね、チェックインの際にね、リクエストみたいなことがあるとですね、このシステムをね、なんか二度手間みたいな感じに、ね、なりかねないなっていうふうに思うんですけども、まあ何にもね、言わないような方であればですね、まあ普通にね、振り分けられてそのまま利用するみたいな感じで、あのホテル側もですね、手間が減ると思いますんで、かなりね、いいかなと思うんですけども、まあ日本の場合はですね、結構ステータス保有されている方は、こういう客室がいいとかね、こういう眺めがいいみたいなね、まあリクエストされる方もね、中にはいらっしゃると思いますんで、まあそうなってくるとね、ちょっとね、二度手間になる部分がね、あるかなっていうふうに思いますかね。私もね、11月にヒルトン長崎ね、予約保有しておりますので、まあひとまずね、このメール来るかっていうのをね、ちょっと楽しみにしておきたいなと思います。ということで、今回の動画ね、こんな感じで終わりたいなというふうに思います。この動画が役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私、ブログ、ツイッターもやっておりますんで、フォローチェックしてあげるととても嬉しいです。私のチャンネルですね、こういった ANA マイル、JAL マイル、お得情報、クレジットカード、マリオットモンボホテル、ヒルトンホテルのことについてね、発信させていただいておりますんで、チャンネル登録してない方は、ぜひチャンネル登録してあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。